本堂甲新堂、長森稲荷社安律寺寺、門、三通六門、長森稲荷社,社門、伊達等に、梅鉢門安律寺は、神奈川県川崎下幕にある日蓮宗の寺院。三号は、方言山。池上中道富士安法類の柳島方園に、属する。旧本寺は大本山池上本門寺。旧寺閣は、平総寺跡。稲毛門中秋ら志向の一である。 鎌倉時代初期、源頼朝から稲毛領を配慮した稲毛茂成は、益ス山頂に、益ス城を築き居城とした。その際、重臣、佐伯民部吉春は、益ス山の隣山一帯を与えられて、巨漢を構え、邸内に、自物堂たる、釈迦堂を混流した。次元では、飯室の釈迦堂と呼ばれた、この自物堂をもって、その遠源としている。 時が下り、工事2年、佐伯早隼人義行が、長江山妙本寺並びに、長英山本文寺、第11世、仏孔と武器インビゲンの教家によって、北家州に改修し、釈迦堂を北家信仰の道場とした。その際、妙天インビガンという僧が引退として使わされたと、推察されている。その後、天正6年10月13日に、佐伯六左衛門吉連が、 釈迦堂を改めて、ガランとなし、マカイ因美等を解散に迎えて、清子こと山安ん寺と称した。なお、三号は元六四年以降に、清子こと山から方言山に改められている。釈迦堂をガランに改めてから六年後の天正十二年に一度、修繕される。現在の本堂は安永七年に再建された、当時のもので、間口七間、奥行き六軒である。その後、 昭和29年10月に茅から河原に吹き替えられ、同50年8月には、各天井の修理が施される。本尊は、立体の十海ダラで、その他には純粋極意投げ33所、観音の一である、聖観世音菩薩が安置されている。この聖観世音菩薩は、秘仏で12年に一度、馬年に開帳される。なお、新編武蔵風土機構によれば、 当時本堂の他に二軒四面の七面堂と万神堂があったとされているが、原材料堂はなく存在は高神堂にて安置されている。主尊は大尺天。次元によれば、研究年間に最近民部吉原が稲毛茂成より授かり釈迦堂に安置したものとされている。江戸時代から登戸の帝角尺天として親しまれ、堂横には、 吉原の法冠と推察される、桜川ボタンが明治33年に奉納した手水盤がある。その他、七面大明神、三十番神、岸門神、大黒天、微射門天、金色大天女等が安置されている。会期段落ち、佐伯家の敷地内に勘定されている。原文5年11月、長森稲荷大明神の身体が安立寺の僧。 起源によって麻布美が久保から先座されて、以来、安律寺が長森稲利社の別当寺となり、歴代十字が別当職を兼務し今に至っている。なお、中原余兵国と伝えられる神体は、安律寺高神道の三十番神の位置として、収められており、社殿には、佐恵基助五郎へ神が奉納した巻物図像形式の神体を祀っている。ありがとうございます。